半分疲れて半分疲れてないような感じですね。これ疲れてね。右方向です。はい、船小屋、をちょっと見ました。ちょっと全然ノーチェックだったんですけどね、看板が出ていたりとかね。もうこれは生活ともう低下してるね。
10分32秒ですね、船小屋をちょっと、撮影しました。入れとくか。はい、欲がない、ないな。これ空港の女じゃねえか。はい、ちょっとあれですね、予定外のところちょっと立ち寄りましたけど、なかなか良かったですね、いい雰囲気です。で、滝、断橋の滝まで 9.7 キロですね。走らないですよ、全然だから危ないわ。で、チューチューね。
いきなりできたね。これか。全然ない。壇行神社と、杉の木ね、これ立派だしな。よし、さてどのぐらい歩くのどのぐらい歩くと森林浴ですな。こんにちは。こんにちは。あとどのぐらいですか、先行って。あとまだ300メーターぐらいかな。あ、わかりました。倒れてるよ。切ったな。倒れたんだね、すごいのこれ。おい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 、うわ、これも危ないな。おおおお、これも倒れとるやん。ちょっと、休憩所はこれ。おお、なんか来た。いきなり出てきたな。壇行の滝。うわー、食べて。
すごい。わあ、この落石、いや、ちょっとすごいよこれ。え？うわー、なんかすごいとこだね。おお、これか。こうなっとんか。ちょっとすごいね。そうですか。ちょっと行ってみるか。おー。ちょっと滝裏。滝裏はこれポイントなんですね。結構こう広範囲に釣ってるんだね。ここに映った。なるほど。すごいね。はい、滝浦と私ですよ。わかりますかね、これね。頭にちょうど当たってる感じ。かなりですね。雨がちょうど降ってみて。なかなか神秘的ですよ。ちょっとこっちも行けんだね。なるほど。こうなってるとね。
で左側のもう一つの小さいやつですね、うん、一応滝壺がちょっと淀んでますけどありますね。戻ってきました。11時8分、気温32度ですね、断行の滝、滝の裏側に行ける滝ですね、こちらにちょっと、行ってきました。で、神社の横にあるって感じですね、いやなかなか神秘的ですよ、うん、滝は、大小2つありまして、で大きい方からは何ですかね、もう、水量が、めちゃくちゃ多いわけじゃなくて、横に長くこうチラチラっとこう散りながら落ちていくんですね、いやなかなか爽やかでいいですよ。でちょうど、あれですね、最後のイジプチの鳥居をくぐり出たところで、静岡のヨーヨーさんからダイレクトメールがあって、お嬢さん、就職ですね、大地震のところ決まったんですよ、ちょっと東京の、もうお堅い仕事ですけどね、のところですけどね、そこをやっぱり目指してて、ずっと話聞いてましたからね、よかったよかった、なんか、やっぱさっき俺が、あれだな、あんたお若いかな。11時13分、29度です、ちょっと止まって、ナビで、ちょっと、ルート引いてたんですけども、電波が弱くてちょっとなかなか引かなかったですね、あ、ここに来たら大丈夫だね。全然ダメで、なんか au のポボの方をなんか、掴んで少しだけ掴んでてなんとか引いた感じだった。でちょっとこの先におもろいトンネルがあるというので、そこにちょっと行きます。
ちょっと待って、日陰。ちょっとしょうがないな。ちょっと角度が悪いな。しょうがないな。ちょっと GoPro のレンズに葉っぱがしちゃったよ。あ、取れた？取れたか？取れた。はいはい。よいしょ。
看板があるから、なんか有名、やっぱ有名なんですね。歩くの？どのぐらい歩くんだよ。勘弁してくれよ。いやー、綺麗だなこれね。これは綺麗だ。これは今いいね、お湯が焼けるけど、これこっち側から行くと相当離れてるわあー、反対側から行こう。反対側から行きますよこれダメだ、反対側から行こう。11時51分33分ですね。福浦トンネル、遠い方にちょっと来ちゃいまして、ちょっとあの近い方に、ちょっと行きます。でせっかく止まったんで、ハイドレーションに水がなくなったんですよね。あの個人個人に氷本体は、バッチリ残ってるんですけども、水がなくなっちゃって、で水はですね、あの昨日、あれですね、ロックアイスが売り切れで、であの板氷を買ったんですよね。板氷がもう全部溶けちゃってて、でその溶けた水を、ちょっと入れたといった感じですね。
向こうにもこっちにもあるんですね。おっさん飛んでるとこなんか好きですよね、これ。どこだ。ここか。ここね。よしよし。もう見えるじゃないですか。見えない。はい、ちょっと行きます。ファイヤーケースつけたら無理やね。あー、さて、中中でも見てみるかな。またああいう青い海を見ながらね、もう極冷え、最高だな。うわ、大丈夫かな。もう共有終わったのに水だから、しょうがないね。一応なんか名所みたいになってたら看板があるもんな。はいはい、到着。あ、ちょっとかっこいいね。かっこいいじゃん。へー、あー、なるほどなるほど。何て言うんだこれ。いやー、暑い暑い。日向42度。音声案内を開始します。次世代の交通規制に従って走行してください。およそ900メートル先、左方向です。はい、12時06分、38度です。まずまずちょっとマジよこれ。フーランの滝、フーランの滝じゃない、フーランの、フーラトンネルね。ああ、ちょっと見に来ました。これなんかちょっと Google マップ見てたら気になったんですよね。まあ、今はもうちょっと崩落だとかいろいろあって全然使ってないってやつですね。あの道があれですよね、できるまでどん、あれがメインだったのかな。やっぱそうだろうな。
あれですね、港の方に、行きます。で、昼飯ですね、昼飯を食べてからカッパ来る。ちょうどいい感じじゃないですかね。で、この道は、あれですね、あの温泉、あれが昨日入った温泉です。壱岐温泉、沖の旅で初めて入った、温泉ですね。でその先に、味わいの小学校があると。突然出てくるからこれびっくりしたね、この造形。なんだろうなと思って。まさかこれじゃないよなと思ったらこれだって。これ何回も見てもいいな。1時間進んでおります。びっくりした。ね、あ、すいません。
はい、13時03分37度ですね。食堂あの西見さんで、カツ丼をいただきました。もうのれんがあの出てないんで、もう12時なのにまだもう終わっちゃったのかなと思ったんですね。で、おそろそろ入ったら普通になってまして、で、お客さんが2組か、入ってきました。はい、で、あとびっくりしたの、時計が30分ぐらい進んでるんですよね。で、聞いたんですよね、これ進んでますよね。あ、これ乗り時間なんですね。なかなかいいじゃん。おお、いきなりできたね。立派だしな。進んでおります。びっくりした。